ほら、ボール投げるぞ、レン。ほら、やった。よし。わー、うまいうまい。ナイスキャッチです、レンちゃん。取れたじゃねえか。ほら、投げ返しな。キャッチボールなんだからよ。ミハとは相変わらずレンにべったりだな。おお、いいボール投げるじゃねえか。じゃあ次、フライ行くぞ。フライ高く投げるから取れよ。そらよっと、取れるかな。おうおう、砂まみれだ。そこまで気合い入れなくてもよ。かわいいこと言ってくれるじゃねえの。おはよう、レン。気持ちのいい朝ね。おう、おはよう。おはよう。そうね、名付けるなら健全三人組。私の明晰な頭脳が導き出した良いネーミングだわ。その通りだ。ふわもやる。もっさりとは失礼なことを言うのね。これも健康法なのよ、レン。式は体力使うから鍛錬は欠かさないはずだけど、姉さんは人前で努力を見せないタイプなのよ。誘ってはいるんだけどね。日曜日の朝は可能な限り寝ていたいそうよ。ミハトも誘ってはみたのだけれども。朝は多く受診できるのでちょっと遠慮いたします、と言って断られたわ。あなたの姉はなかなか捉えどころがないわね。まあいいわ、こうして健康にしていれば私だってまだまだ背も胸も育つはず。いずれは夢を追い越して姉さんを脅かすの。人を束ねる身としては威圧感が欲しいのよ。そしていつか立場を逆転し私が姉さんをいじめる、そんな光景考えるだけで。姉さん、責められると弱いなんて可愛いわ。ミュウ、お前に比べると私はちっぽけだったんだな。そうよ、私生活を悔い改めなさい。ああ、悔い改めよう。冷蔵庫にストックしてる人のプリン食べてはダメ。ああ、もう食べない。私のパンダのぬいぐるみも返しなさい。ああ、気に入って抱いて寝てるが返す。旅行に前枕を持っていくのはかさばるからやめなさい。ああ、枕が変わると寝られないが頑張ってみる。いい子ね。ではご褒美に抱きしめてあげるわ。うう、離して、ミュウ。うん、
こんな感じでしっくりくるわね。仕事お疲れ。レン君は入ったばっかりなのに、みんなと馴染んで仕事もこなせてすごいね。何か夢に用かな。別に今は何もないかな。ゆめちゃん、お昼ご飯のリクエストありますか？冷やし中華なんてどうかな。今3月ですよ。ゆめとなとせさんは一年中冷やし中華食べたいに入隊してるんだよ。ずいぶんマイナーな集いですね。わかりました。またマイナー言われた。ゆめお嬢様、玄関に新しく飾る花、こちらでよろしいですか？うん、明るいし、いいんじゃないかな。ゆめ、商店街を歩いていたらなぜか渡されたけど、私にはどう見ても似合わないからあげるわ。あは、かわいい風船だね。ありがとう、お姉ちゃん。ゆめっち、冷やし中華の食材買ってくるけど、おやつとか何か食べたいものある？かりんとうとかがいいな。やっぱりマイナーね。うん、そこは通だと言ってほしかった。もういいや、今はマイナーで。そうだよね、やっぱりお姉ちゃん二人が濃すぎるんだよね。うん、何かにつけて退避されちゃってさ、至って普通な夢は苦悩するよ。でもくじけないよ、いつかメジャーになるよ。いつか夢にも新お姉ちゃんまりのカリスマあればな。それとカリスマ関係なくないっすか？ただ頼りにならないだけじゃない？親しまれているか。なるほど。でも贅沢言えばやっぱり新お姉ちゃんの魅力が。その魅力があればみんなを忠実な犬にしたのに。あ、もちろん本当はしないよ。ただそういう風に妄想すると楽しいんだよね。足を舐めて。あ、恥ずかしい。キャッごまかせなかった。
あんたは礼儀も節度も教養も顔も身長も足りない。そして致命的なまでに雅が足りない。これこそが雅よ。ベニースペシャル2008。私の上には神羅様、大佐、ナトセと続くわ。ビリヤードだけじゃなくダーツもすごいわよ。まあ何事もその熱意があるのはいいことだわ。ノックなんかしないで入ってくれば？え？ナトセじゃない？あんた、証拠りもなく欲望！11、13、17、21は素数じゃないでしょうか。アホ、素数ってのはその数自身の他に約数を有しない整数。21は3や7で訳せるでしょ。こんなことも知らないの？日本のゆとり教育の弊害ってやつかしらね。いつまで見てんのよ！今度はどうしたの？また脱衣所に乱入してきたのよこいつ。私の体を舐め回すような視点で見てんの。ナトセがお風呂入ろうって言ってたからナトセが来たのかと思ったのよ。だいたいそう言われてひょいひょい入ってくるあんたはどうなの？それでお互い固まっちゃったわけだね。のぞくかアホ！ブレー旋盤ブレイカーズなやつめ！先輩を先輩と思わぬその態度が許せないわ。じゃあ私にも服従して尊敬しなさいよ。あんたにはあれをやらなくちゃいけないよね。今日の反省会でわかるわよ。覚悟しとけこら。やれやれ。春のやつも締めようと思ってたしちょうどいいわ。これぞクオンジティータイム。クオンジ家侍従に代々伝わる上下関係を確認する風習よ。こうして尻に敷いて茶をしばくことでお互いの立場がよくわかるわけね。あら、よくわかったわね、アホのくせに。みやびでしょ。ベニが言うには厳しい自然界の掟と同じだって言うから。わかりません。春は調子に乗らないように定期的に締めてるの。いいんです、もう僕はちっぽけな人間ですし。さて、春は十分立場ってものが分かったろうから、次はアホの番ね。そこに寝そべりなさいよ。上下関係を分からせるいいチャンスだわ。やるんだ。ほうほうほう。
ようやく自分がミニマムな人間だって認めたわけね。首相じゃない。はあ、ね、今でもベニスさんの配下に。当然よ、もともとこいつは私より後に入ってきたんだから。先輩の私を敬うのは当然至極。焦らなくても3杯ぐらいお茶のおかわりをしてあげるわ。それじゃクオンジティータイム開始。ジェネクティカ。またえげつない真似をするね。ベニーかっこいい。まさにブライカンですね。ベニーだ、大丈夫？このアホ、空が見えたじゃない。花も恥じらう乙女になんで真似してくれんのよ。お前がやったんだ、お前が。私の純潔をよくも踏みにじってくれたものね。必ずクオンジティータイムをあんたに決めてやる。